新潟特産の西洋梨、ルレクチェの販売が明日解禁されるのを前に、今日から出荷が始まりました。上品な香りと滑らかな舌触りが特徴の西洋梨ルレクチェ、加茂市にある JA 越後中越の集出荷場には、生産者が育てたルレクチェが集まりました。今年は夏の猛暑と雨が降らず水不足の影響で実は小ぶりですが、品質は良く、日光を多く浴びた分糖度は高いということです。産地の加茂市と三条市大島地区では、150人の生産者が来月末までにおよそ360トンの出荷を予定しています。収穫後の追熟も生産者がこういうふうに黄色くなるまで仕上げてますので、自信を持って生産していると思います、はい、ルレクチェは明日県内で一斉に販売が解禁され店頭に並びます。